岡一之助から1916年7月20日は、日清戦争から第一次世界大戦までの時期の日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。男爵。長州藩士、陸軍一等軍理、岡義春の次男として、萩で生まれる。大阪外語学校を経て、1881年12月、陸軍士官学校を卒業。卒業後は、 不評第8旅団副官、不評第20連隊中隊長、陸士教官を歴任。日清戦争には第1師団参謀として出征。参謀本部第2部員、県軍令部第2局員を歴任し、日露戦争では陸軍省軍務局軍事課長を務めた。1905年3月、陸軍少将。不評第22旅団長。 参謀本部総務部長、不評、第29旅団長、軍務局長、陸軍次官などを経て、1912年2月、陸軍中将に進んだ。軍部大臣現役部官制改正問題では、次官でありながら、木越や筒な陸将批判の急先鋒となった。第3師団長を経て、1914年4月、陸軍大臣に就任し、 上原祐作陸将以来の懸案であった二個、師団増設を実現した。陸軍長州伐の中心的存在であったが、1916年3月、健康上の理由のため陸将を辞して、大名となった。同年7月6月、日清、日露、第一次世界大戦の軍港により、男爵位を授けられた。ありがとうございます。